ヒッチ、なぜ止めるんだ。あいつは税金をちょろまかしていたんだぞ。ああ、憲兵団が腐ってることぐらい分かってたでしょ。上官に逆らっても意味ないって。みんな美味しい思いをするために憲兵団に入るんじゃない。くそ、やはりこんな腐敗した組織は正さねばならん。上に立つことで。また始まった。あんた本当に面白いよ。マルロといれば退屈しないかもね。こんな現状に満足しているやつの気が知れん。ヒッチも何を考えているんだかなあ。そうだよな、なぜ俺の言うことに耳を傾けてくれないんだ。と、このままではさっきの上官を見失ってしまう。不正の件、言い逃れはさせないからな。